マーク・ A ・レインは、カナダの起業家であり、コンピュータゲームとソフトウェア開発会社エピック・ゲームズの副社長。また、NHL のカロライナ・ハリケーンズの共同オーナーでも、ある。レインは、会社の進捗状況を頻繁に評価することで、知られている。また、雑誌、ゲームデベロッパーで月に一度、アンリアルエンジンの状態に関する、短い更新情報を提供している。彼は、 カナダのオンタリオ州トロントで育ったが、現在はアメリカのノースカロライナ州ローリーに住んでいる。レインが最初にコンピュータゲーム業界に関与したのは、当時 ID ソフトウェアで勤務していたジョン・ロメロと接触した時である。レインは以前のコマンダー・ケインゲームのファンであったので、ロメロは当時開発中だったコマンダー・ケイン4をテストプレイさせた。その後、 レインは ID のビジネス面を担当するために仮の社長として起用された。その後、ホームゲンとコマンダー・ケーンの小売りゲーム、コマンダー・ケーン・イン・エリアンズ・エイト・マイ・ベビーシッターを発売するための契約交渉を行った。この ID とのビジネス関係はスピア・オブ・デスティニーまで続いた。ウルフェンシュタイン 3D の開発中、彼は他のスタッフと意見の相違があったため、後に ID から解雇された。また彼は後に ID の元ビジネスマネージャーの J. ウィルバーによってエピックに入社し、そしてレインの ID への関与はマスターズ・オブ・ドゥームという本で簡単に触れられていることを意味する。ありがとうございます。